かなる女とを示す当社に名も高き岩永姫と
ましますが当社あずたの名人に天の草内の剣の様を騎士が叱るを岩永姫帝に少しの石あって出雲の国日の川上にましまして八つの頭を表して山田のオロチとこそはなりにけりしかるを天照すめ御神の弟佐野の御事は神がかりをもってかのオロチを退治せしがまたまたその霊の子をって形を姫へと表して天の草薙の剣奪いとったる様子を受けたまわって僧侶ゆえ我相続を改めかの宝剣を取り返し再び同社におってよ